V 型重機灯は、レシプロエンジン等のシリンダー配列形式の一つで、シリンダーが、ヘンバンクに5機灯ずつ、V 字に配置されている形式を指す。V10 と略されることが多い。当記事ではもっぱらピストン式内燃機関のそれについて、述べる。ランボルギーニュラ裏ンイスズニューパワー多機灯の中では、メジャーな V8 と V12 に比べると、V10 は5の倍数の機灯数という関係上、 振動の問題を解決するのが長年の間困難であった。また EFI のなかった時代はキャブレターで燃料供給を行うのは技術的に厳しかった。加えてコスト面でも V8 が時期4、V12 が時期6、V6 を並べて作れるのに比べると時期5が希少な V10 は極めて作りづらく大型トラックを除いては敬遠され続けてきた。そうした事情から 市販乗用車への採用は12気筒より70年も遅くなってしまったという歴史がある。1990年代以降振動の問題が解決されるようになると V8 と V12 のいいところ取りができる v 1二注目が集まるようになり2000年代半ばまでスーパーカーレーシングカーの世界で一時代を迎えた。特に会員一で V10 が採用されていたことは大きく。 一般のイメージを好転させており、当時イ一に参戦していた BMW やトヨタ、ホンダはこれにあやかって V10 の市販車を開発していた。しかし2006年にイ一が V8 化されるとそうした機運も失われ、完全に V12 にとって変わることはできなかった。乗用車以外の用途としては歴史が古く、1936年にアメリカの蒸気機関車で、 ディーゼル仕様の V10 が採用されているのが最古の記録とされる。トラックバスでは1970年代からメルセデスベンツや日本メーカー、タトラなどが積極的に採用し、同時期に戦車でも西ドイツ軍時代のレオパルト1、陸上自衛隊の74式戦車、及びその後継である90式戦車がディーゼルの V10 エンジンを搭載。 しかし21世紀に入る前後にはいずれも他の形式に移行し消滅している。2021年現在では、アウディアール8、ランボルギーラ裏ンに残るのみである。4ストロークの V10 では、左右のバンクでクランクピンを共有した場合に燃焼間隔が等しくなるバンク角の72度を採用するのがセオリーとされる。しかしながら、サイズや低重心化、 部品共通化の都合上、現実には90度が採用されることが多い。例えば、開一においては初期には72度の V10 が採用されていたが、後に、レイアウトの自由度の都合上を90度が主流となっている。中にはルノーが、キューベネートンフォーミュラ時代の B201 から R23 にかけて採用した、111度という広角バンクの例もある。 市販乗用車でも V10 を搭載したモデルはあるが、各エンジンのバンク角は以下の通りである。ホンダが1982年に試作した V10、エンジンホンダは1982年に、アルファロメオも1986年に、イ一用の V10 をそれぞれ試作したが、実戦には導入されなかった。ターボが禁止された1989年に、ホンダトルノーが、 V10 自然吸気エンジンの実践投入を開始。V12 に劣らぬパワーと V12 よりも優れたシャシーバランスを実現し、いずれも大きな成功を収めたことで V10 は主流となった。そして2000年からはレギュレーションにより v 1 2エンジン規格が統一された。2006年からは速度抑制とコスト削減のために V8 に切り替えられることになったが、 新規参入のスクーデリアトロロッソのみ、リストリクター装着最高回転数制限という条件の下、ミナルディが使用していたコスワース製 V10 エンジンを特例として1年間認可されていた。プジョー905エボ1990年代のスポーツカー世界選手権では、当時エンジンレイアウトがほぼ完全に自由であった。グループ C 規定を、カイチとのエントラントの相互融通を見込んで、 排気量3.5リットルの V10 自然吸気エンジンに統一するように変更した。これにより、プジョー905、トヨタ TS010、マツダ MXR01、アルファロメオ SE048 など V10 を心臓部に収めるプロトタイプレーシングカーが誕生したが、この規則はエントラントから大変不評で、映画を極めていたグループ C 規定を経った3年で消滅に追い込んでしまった。 2010年には、LMP 一期定のアウディ R15TD が、ルマン24時間をディーゼルの V10 で制覇している。なお、同時期のフォルクスワーゲングループは、市販車でもディーゼルの V10 を展開している。GT カーでは1990から2000年代に、ダッジバイパーが、ピックアップトラックから流用したオフの8リッター V10 で鳴らし、ルマンの GT、S クラス3連覇や、 FIA GT 選手権チャンピオン、ニュルブルクリンク24時間レース2度の制覇、デートナ24時間レース総合優勝など数々の実績を残している。2010年代以降のグループ GT3 規定下では、兄弟車の関係にある、アウディ R8、ランボルギーニュラカンガ V10 自然吸気エンジンを採用し、ブランパン GT シリーズや、ニュルブルクリンク24時間、 スパフラン・コルシャン24時間など主要 GT レースを制覇している。ダッチバイパーレクサスルファニッサンディーゼルスペースアロー90式戦車。ありがとうございます。